ログハウス。しかも真っ白。うちのイメージカラー白なので、白ですね。ね、まるでこう白鳥が翼を広げたような形です。名前は、やはり白鳥なので、スワンっていう名前がいいんじゃないですかね、これ。いやー、すごいですね。この木目を生かしたこの塗装も素晴らしいです。あと、そうですね、ライトアップされます。ちょっと中の方に行ってみましょうかね。すいません。失礼します。ちょっと中入って大丈夫ですか？こんにちは。匂いがすごいな、これ。匂いがいい。ね、木の匂い。あ、すいません。ちょっとすぐに、5分ぐらいで行きますので。ちょっと歩いてて撮ってきて。キッチンですね、こうキッチンかな、こう。うわ、お風呂が、こちらがお風呂ですね。お風呂はね、こちらですね。まだできてないんですが、こちらはもうサンジェルマンよりもさらに高級なバスまでタイルです。まだちょっと防水中ですが、バスまでタイルって素晴らしい。贅沢なお風呂の予定です。さらには、こちらトイレが2つ。トイレもかなり広いです。そして、トイレの左側はシャワールーム。そして、シャワールームの隣がサウナルームです、こちら。こちらは、ロウリュが楽しみます。ぜひ、ポーラーハウス軽井沢スワン、お泊まりに来てください。ダブルピース。スワンもすごい素敵でした。木の匂いが本当にいいですね。はい、ちょっとうちのスタッフがなんか伐採してるようなので、ちょっと行ってみましょう。どうですかね。どうですか？ああ、なるほど。線が逆になってきれなかった。ああ。なんでか。ああ、線が逆になってたの、今直して。ああ、そうだね。これじゃないとダメだね。これが、かかっかかこっちになってたんですよ。下で引っかかっちゃうから。なんだろう。多分、取れなくなるよね、緩んじゃって、外したいか。変えるって言って、多分、緩めた時に落ちちゃったのかなんかしら、ね、ああ、でもう一回やって、いや向き見なかったと。多分そうじゃない。でも向き見るの基本なんだけどね。
あ、それ来たんだ。で、薪に使うんですね、大きいの。そうですね、薪に。小枝はいいですね。小枝はいいですね。小枝持ってっちゃえば。どう？思い出した？半年ぐらい前。これこれいけんじゃない、これこれこれ、うん、これは向こうに倒すから、この辺何がいいかな、うん、この辺、消えてる？なんか切れ味が、なんか、うん、切れ味悪いね。悪いっすね。前結構簡単に切れる。ね。じゃあちょっとこっちにしようか、先。これ。こっち。うん。なんでだろう。歯が悪いかな。